白玉コーナーです。で今日良くも悪くも雪なんで人が少ないんで空いてるんですよね。すげえ、どれ行こうかな。じゃあとりあえずこれ行くか。500mm の F4、 こんなやつ魚眼でも収まりきれない。俺の背が低いって言うの。ありますか。シャッターが早すぎて私周りについていけないみたいな。え、待って、これはね、あのどこが映ってたか分かんないよ。超防衛すぎて、やっぱりこう足持って動かさないと。あれか、あそこのあれか、何が映ってるか、素顔が映っていく、あそこのエツミのカメラバックケースってあるじゃないですか。あれが映ってる。わかんねえな、これ。アウトが来た。すげえ。1DX がすげえのか、あのレンズがすげえんかって、どっちもすごいよね。これ早いんですよね。てかむしろどこか分かんないよね、これっていう。ちょっと迷ったか今。おお。あれなんだ。真っ赤になっちゃった。なんだろう。すごいよ。あのレバーで。すげえ。武器だなもうこれ。エクステンダーだ。わ、すごい。エクステンダーだ。ちょっとこれは、これで切り替えるんですね。切り替える。200、400の F4。100とかも変えながら、この 1.4 倍と10倍っていうのができます、ね。ああ、なるほど。反対に200から560mm みたいなもんですね。400×1.4。あ、はい。あ、それが1本で済むの。そういうことです。あ、すげえ。はい。すげえな。200mm の方にして今10倍。で撮るとすごいですね。なんだこれ。こんな感じで、これを下に下げると変わると。あ、これ1本に収まってるってすごい画期的ですよね。これいいな。いくらすんだか、まあ、値段は書いてない。1本超えるんじゃないですか。あー、なるほどね。あ、でもこれあれですよね、200、400、これ1本あったらかなりいけるから、考えようによっては安い投資になるかもしれない。というわけで200、400、F4 のエクステンダー 1.4 でした。え、どこ砲撃するんですか。本当そういうレベルですよ。どこ砲撃するんですか。どこのロケットランチャーだよ。そういう世界で。ひどい。え、これは何、いくつ。400mm。 400mm ですね。 400mm。 こっちが300の、こっちは表 500mm の、あ、500か。でも400の方がでかいですね。こっちの方が明るいんじゃないですか。あ、こっち4で、こっちが28と。さすが。ちょっとこれ持ってみたい。恐ろしい。よいしょ。何キロあるの。わかります。肘つきたくなる感覚。実際は30からが違わないと無理だよ。これ無理だ。これは無理だ。いくら手ブレ補正あるとはいえ、これ無理だ。かなりブレブレだよ。最初の 1,2 倍だよ。どうで取れるのが、ちゃんとまともに取れるのが。それ以外まともに取れないよ。これ無理です。
列じゃないですね。フォーカスはやっぱ早いですね、これ。疲れた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 。よいしょ。400mmF2.0 でした。重たいわ。重たい。重たい。